アスパルテームとは人工甘味料の一つである。人にはスクロースの100から200倍の甘みに感じられる。これに対してアスパルテームの生理的熱量はスクロースとほぼ同じ約4であり、ノンカロリーではない。CAS 登録番号は22839470。アスパルテームはエルフェニルアラニンとメタノールとが脱水縮合してエステルを形成した。 フェニルアラニンメチルエステルの網の素とと L アスパラギン酸のカルボキシ元とが脱水縮合してペプチド結合を形成した構造をしている。人にとってアスパルテームはスクロースの100から200倍の甘みに感じられる。その味はあと甘みでわずかに後引きがあり砂糖に近く柔らかだと評されている。参考までに甘く感じられるのはフェニルアラニンとアスパラギン酸は共に エルタでなければならず、それ以外の場合は苦く感じられる。上圧において、アスパルテームの分解点は、摂氏246度から摂氏247度である。常温上圧でアスパルテームは、白い結晶性の粉末として存在する。アスパルテームは、構造中に、ペプチド結合を、さらには、エステル結合まで持っているために、酸や塩基に対して、 特に温度が上がると、やや不安定である。このために、水分のある状態での長期安定性が、他の食品添加物と比較して劣ると、評価されている。なお、アスパルテームの溶解度は、摂氏20度の水に対して、10程度である。アスパルテームを人や猿に、蛍光投与すると、消化管内で分解され、メタノール、L アスパラギン酸、L フェニルアラニンを有利する。 これらは、腸管内から容易に吸収され、体内へと入る。エルアスパラギン酸やエルフェニルアラニンは天然型のアミノ酸である。したがって、吸収された後は、通常のアミノ酸と同様に代謝され、体内で、タンパク質の材料にされたり、脱アミノ化された後に、エネルギー源として分解されることが報告されている。このために、 アスパルテームの生理的熱量は一般的なタンパク質と同様の約4とされている。これに対してメタノールは吸収された後に酸化され、ホルムアルデヒド、さらに酸化されて、気酸を生じ、失明や致死などの人体への毒性が知られている。ただし、調味料として普通に使うアスパルテームの量は微量であるため、健常人であれば有利されたメタノールなどによる。 急性毒性は事実上問題にならない。なお、毒性に関してより詳しくは危険性と安全性の評価の不死を参照のこと。アスパルテイムは構造中にエステル結合のような加水分解を受けやすい箇所を持つため水分のある状態での長期安定性に劣るものの世界的に低カロリーの飲料や食品などに食品添加物として用いられている。さらに アスパルテーム単独ではなく、砂糖、アセスルファムカリウム、ソルビトールなど他の甘味料と併用されることもある。また、日本では 100ml あたり 5kcal 以下の飲料はノンカロリーと表示することが法令で認められているので、アスパルテームはノンカロリーではないのにもかかわらず、ノンカロリー飲料に添加されていることもある。1965年に、 アメリカ合衆国のサール薬品がガストリンの合成研究中に強い甘みを発見したことを発端としてその研究開発が進められた。こうして開発されたアスパルテームは日本及びアメリカでは1983年に食品添加物としての使用が認可された。なお日本では合成性が天然に存在しない添加物に分類し、 アスパルテームを使用した食品や添加物には、エルフェニルアラニン化合物である胸またはこれを含む胸の表示義務が課されている。日本生活協同組合連合会は、安全性への懸念からアスパルテームを含む食品の取り扱いを行ってこなかったが、2002年3月に、留意需要添加物から除外することに決め、取り扱い制限を解除した。現在の製法を開発したのは、 味の素株式会社であり、日本、アメリカ合衆国、カナダ、及び欧州連合で特許を有している。アスパルテームは天然に存在しない化合物である。アスパルテームは消化管内で分解され、アミノ酸の他に有毒なメタノールを有利することが判明している。しかし、アメリカ合衆国食品医薬品局の審査では、調味料として普通に使う量は微量であるため、 健常人であれば、急性毒性や慢性毒性の問題は起こらないと判断している。加えて FDA は、アスパルテームは健常人にアレルギーを引き起こさないとしている。アスパルテームの体内動態については、人や猿の象徴において、メタノールアスパラギン酸、およびフェニルアラニンに代謝され、吸収された後に、体内タンパク質に併合されたり、 に酸化炭素として排出されることが報告されているこのうち、メタノールは、失明や致死などの人体への毒性が知られているが、果物や野菜や酒にも含まれており、微量では無視できるものであるから、アスパルテームの代謝で摂取することになるメタノールは、トマトや柑橘類のジュースから摂取する量よりも少なく、問題にならない量であることがわかっている。なお、 フェニルアラニンについては、先天性遺伝子異常であるフェニルケトン尿症患者において、フェニルアラニンを体内でうまく代謝できないため、症状を悪化させる危険性が考えられることを FDA は指摘している。このため、フェニルケトン尿症患者は、アスパルテームを含有する食品を摂取しないことが望ましい。なお、アスパルテームには、 脳腫瘍との関連を指摘する報告があったものの、再試験では否定されている。また、科学的に有効性が確認されている発言性試験ガイドラインに沿った試験法では、アスパルテームに発言性は認められていない。このようなこともあり、国際眼研究機関も、アスパルテームを発言性を持った物質として、区分していない。一方で、二千七年の CBS ニュースの 報道によると、ラマッチーニ財団委託のマウント災害医科大学のモランド・ソフレッティ博士は、ラットに対して胎児の段階から死ぬまでの間、FDA が定めた1日供養消費量の2倍のアスパルテームを投与し続けた結果、がんの発病率の上昇が統計的に認められるという研究結果を出した。しかし、ヨーロッパ食品安全審査局は、この報告について検討し、 容量反応性がないこと、対象群と死亡率に差がないことなどを挙げ、データとして不適当で再考するための根拠としては不十分であると結論づけた。FDA はラマッチーニ財団の結果について我々の結論は100例を超える独性試験あるいは臨床試験に基づいたものであると述べている。イタリアで7000人以上を対象に行われた2007年の症例対象研究では アスパルテームを含む人工甘味料に発芽性は認められなかった。自身の見解と異なるこれらの結果についてソフレッティラは言及していない。アメリカ合衆国のモンサントはアスパルテームの還元的 N アルキル化によって合成されるジペプチドメチルエステル誘導体としてネオテームを開発した。ネオテームはスクロースの約1万倍の甘さを持つとされる。また、 味の素株式会社はアスパルテームの誘導体としてアドバンテームを開発した。これはアスパルテームが持つ網のもを化学就職した化合物であり、スクロースの2万倍の甘さを持つとされている。アドバンテームは2014年にアメリカ食品医薬品局と欧州委員会から食品添加物としての認可を受け、日本でも2014年に厚生労働省から認可を受けて、 食品添加物として販売が開始された。ネオテーム、アドバンテームは、それぞれ代社の際に、アスパルテームと同じく一分子につき一メタノールを発生させる。ありがとうございます。